はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第27弾をお送りします。で、今回この10問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあいつも通りね、画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。はっ、もうちょっとか。これがいいかな。では、このね、問題名は外してしまうんですが、自分の塾チャンネルっていうホームページがあるんですけど、そことかではプリントアウトすることもできますので、この問題をね、もしよかったら、概要欄のリンクの方から行ってみてください。では、行きましょう。で、参考記録今回4分4秒。自分が解いたのはね、でございました。まあ、このシリーズは、全問解くって、あと、正解するっていうのも大事なんですが、スピードもちょっと意識してやってもらえると嬉しいです。ではまず1番から行きましょう。計算ですね。x-6x。まあ前の数字を考えれば、1-6なんで、-5。それに x がくっつくから、-5x となります。で、次、ルートの計算です。まあ、やりがちなミスとしては、中をね、28-7してしまって、ルート21って書いて×食らうっていうのがよくありますけど、まず28っていうのは、これ 4×7 なんですよね。で、4っていうのは2の2乗なので、ルート28は2ルート7になります。2ルート7。で、2ルート7引くルート7。ルートの中身が揃ったので、2引く1すれば、これはルート7になります。この2ルート7の、なんだろ、変換の仕方とか、なんで2ルート7引くルート7がルート7なんだろうみたいな、に思う方は、ぜひね、ルートの計算のところを復習してもらえたらと思います。で、次が、まあ、この値を求めたいと、x がこの値の時にね。で、力技で、この状態で、ルート2プラス3を代入してやっても、もちろん解くことはできるんですが、こういう問題は基本的に因数分解ができます。ここがね。で、やっていくと、まあ、かけてプラス9、足してマイナス6のコンビを探すと、マイナス3とマイナス3なんですよ。マイナス3とマイナス3ってかけてプラス9、足してマイナス6だからね。ってことは、x-3 ともう一個 x-3 が来るんですけど、つまり2乗ね。こうやって因数分解ができますと。で、それをした後に代入します、こいつを。で、きちんと一回書くんだったら、 x のとこにルート2プラス3を入れるので、ルート2プラス3でマイナス3で2乗でしょ。で、中身3引く3でこう消えちゃうんだよね、こうが。つまりルートの中身が、ルートじゃない。カッコの中身がルート2しか残んない。まあ、こんな感じ。いい？で、ルート2の2乗。ルートっていうのは同じものをかけたらルートが外れるので、これ2になる。つまり答えは2ですよっていう。最初にも言ったように、この状態で代入することももちろんできるんですが、かかる時間が圧倒的にかかってしまう。多くかかってしまうので、ぜひ因数分解をしてから代入するっていう。この流れで解いてください。時間短縮にもなるし、計算ミスも減るからね。で、次、二次方程式です。上と似てるんですけど、イコール0がついてる。この状態ね。で、これ二次方程式解いていくんですが、基本的に因数分解を考えます。だからさっきと同じね。かけてマイナス7、足してマイナス2になる。数字のコンビを探すんですけど、これないんですよ。そう。基本的に二次方程式の解くときの頭の中の考え方っていうのは、まず因数分解できないかなってそっから考えます。因数分解できないかなって。じゃあ、できなかったら解の公式使おうかなっていう流れになってください。解の公式ね。で、解の公式、まあ、久々なんでね、復習すると、x イコール2a 分のマイナス b プラスマイナスルートb2 乗マイナス 4ac です。で、このシリーズでも紹介しましたけど、b' を使ったパターンもあります。まあ、中学校の学校じゃほとんど習わないですけどね。まあ、塾とか進学塾でたまに教えてくれると思うんですが。で、今回 b' 使うことができるんですけど、まあ、一応ね、こっちで習う方の方がほとんどだと思うので、こっちで一回行きます。いいね。abc。a はここの数字。
つまり1ね。A、B がマイナス2、C がマイナス7です。で、それを入れていきます。2A 分のだから 2×1 なんで、で、結構ね、女の子とかで、こう、丁寧、なんだろう、すごい丁寧に書きたがる子、なんかが、2×1 って書いちゃう子とかいるんですけど、これできる限り頭の中でやりましょう。いい、余計なものは書かない方がいいです。いいかい？で、こことかもそう、マイナス B なんで、マイナスマイナス2ってちゃんと書く子結構いるんですけど、もうマイナスマイナス2だからプラス2になるからさ、2って書いちゃう。いいね。で、プラスマイナス、ルート、B2 乗、マイナス2の2乗は4です。で、マイナス 4AC は、マイナス 4×1×-7 ね。ってやると、プラス28です。こうなる。ちょっと長かったね。いいかな？で、これですね、4足す28、先にやっちゃいましょう。ここが、ルート32になります。ちょっと削っていくね。ね、板書の幅がなくて今回。32。で、間違ってもこれを回答欄に書かない。いいかい？なぜかっていうと、ここだけじゃないですけど、ルートのね、出てきた時、ルートの中身簡単にならないかなって絶対考えます。これルールね。で、32っていうのは、16×2 なんですよ。16って4の2乗なのね。だから、ルート32っていうのは、どうしようかな。下、こっち行こうか。入るかな？ちょっと書いてみていい？入ってる？あ、すげえ余裕だった。ごめん、ちょっと待って。もうちょっといけたね。よいしょ。ちょっとお邪魔です。いこう。2分の、2プラスマイナス4ルート2とこうなります。直すとね。で、よく、まあ自分が言いますけど、同時約分っていう、ね、俺が言ってるだけだよ。同時約分っていうのがあって、一箇所、二箇所、三箇所、この状態の時ね。一箇所、二箇所、三箇所。三箇所同時に約分できるんだったら、これ約分 OK です。間違っても、こことここだけで約分とかできません、この状態。いいかい？でも今回は、ここも、ここも、ここも全部2で割れるんですよ。だから同時約分をしないとダメなの。このまま置いとくとこれバス食らいます。テストの時ね。だから2で全部割ってもらうと、ちょっと消しちゃいますね。イコール、下は1分ので消えちゃうから無視して、1と2になるから、1プラスマイナス2ルート2。これが答えになります。4番ね。という感じで解の公式、ぜひね、使ってみてください。では5番。これは連立方程式ですね。まぁ、XY どっち揃えてもいいですけど、まぁ、X の方が簡単かな。3倍すればいいもんね。ってことで、変えちゃっていい？ 3 倍して、3倍して、本当はこれやんない方がいいんだけど、これかけたね。3倍して、こうなります。で、3x 消したいから引き算します、こっちね。で、ここは消えます。9-2 だから、7y。12-19 だから、マイナス7です。両辺、7で割ってもらえば、y イコールマイナス1となります。で、これを、元々のね、式、上の式、下の式、どっちでも構わないんですが、入れちゃいます。で、本当は上の式に入れた方が絶対簡単なんで、ちょっともう一回書こうか。x プラス、3y イコール4。これに入れようか。y イコールマイナス1なんで、x、ここマイナス3に変わりますね。イコール4。つまり、x イコール7と。なるから、x イコール7と、y イコールマイナス1。これが答えになります。で、自分がね、よく話をするんですけど、連立方程式がもしテストで、まあ、入試でね、出てきたらラッキー問題。なぜかっていうと、こいつが合ってるかどうかが確認できるから。この7とマイナス1っていうのを、最初の問題、今自分が変えちゃったこの形じゃなくって、もともとあった、これと下の式。それぞれに x と y を代入します。そうすると、x ここ7ですよね。7。y がマイナス1なんで、マイナス3イコール4ってなる。こっち4になるから、4イコール4で OK と。で、下もやってみましょうか。7入れると、3721。2×、マイナス1だから、マイナス2イコール19。こっち19なってるから OK。
両方の式が OK になってる。右辺と左辺が一致してるからね。だから絶対に合ってます、これ。計算ミスしてないから。で、逆に言うと、どっちか片方でもずれた場合、これめんどくさいのがね、片方一致するのに片方一致しないって結構あるんだよ。だから、そこの注意しなきゃいけないんですけど、両方確認して、合ってたら絶対大丈夫っていうのがわかるので、ぜひね、当日の時間の余裕にもよるんですが、この確認方法、取ってみてください。よし。で、次、反比例ですね。で、反比例が出てきたら、まず絶対覚えなきゃいけないのは、y イコール x 分の a です。反比例はこれね。y イコール x 分の a。で、もう一個、ついでに覚えてほしいのは、a イコール xy です。でもこれは上の式、このね、覚えてって言った括弧の式に両辺 x かければこれ導けるんですけど、まあ覚えておくと楽です。結構ね。で、今、x がマイナス4の時に y が3だと。つまり、こっち使おうか。a は x が4で y がマイナス、逆だった。x がマイナス4だったね。マイナス4で y が3だから、a がこうやって掛け算してすぐ出せるんだよね。マイナス12って。だからもし式を求めなさいだったら、y イコール a のとこにマイナス12を入れるので、マイナス x 分の12って書いてください。マイナス出してね、前にね。ってなるんですけど、今、x がじゃあ2の時、y の値いくつって言われてるから、式を出して、x のとこに2を入れればいい。こうやって。2の時って言ってくれてるからね。で、これ上と下、約分すれば、y イコールマイナス6と、なって、これが答えになります。だから、今回みたいな出題のされ方をしたとしても、まあ、式を求めろっていうタイプだとしても、この反比例、ここを押さえておけばね、解くことができます。ただ、比例に比べて、まあ、出てくるというか、目に触れる機会があまり多くないので、結構忘れたりするのね。あとは、y イコール a 分の x って、まあ、覚え間違えるパターンとか。もう出てくるので、まあ、その辺ね、注意してください。当日ミスるともったいないからね、この辺は。で、7番ですね。はい、7番。これ、12人がね、ゲームして、まあ、資料がありましたと。で、そのゲームの得点の資料なんですけど、中央値と分布の範囲をそれぞれ求めなさいという問題です。で、中央値よく出てくるんですが、これは、今書いてあった資料があったでしょ。それを、小さい順に並べてください。小さい順に並べるの。だから、まあ、ちょっと今みんなに見せれてないんですけど、並べていくと、いくよ。8、ちっちゃくてごめんね。9、10が2個。で、2個もちゃんと2個書く。10、10、11だね。11、13が2個。で、これ間違えたな。15か。15、18、待ってね。19、ちょっとお前さんどいてて。19、20、23かな？で、よく、中央値だったら確かにね、この辺書かなくていいんですよ。ここだけでわかるんですけど、自分、並べた時に書き損じてるというか、忘れてるやつが出ると怖い。いい。だから、絶対全部書く。いつも。俺はね。で、今、12個って言ってるから、12人って言ってるから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個書いてあるから、OK だと。で、中央値っていうのは、もうこの、小さい順に並べた時のど真ん中の数字を聞いてます。ど真ん中。で、偶数だとね、ちょっとめんどくさいんですけど、いきますよ。1番、2番、3番、4番、5番、6番なんで、ちょうど真ん中ってここになるの。ここ。で、ここが中央値になります。奇数、13人とかだったらど真ん中の人決まるんですけど、偶数人なんで今ちょうどここになってしまう。でも、13と13の間だから当然これ。中央値は13になります。だからこれ答え13ね。いいかな？っていう風に書けばいい。で、範囲、分布の範囲ですね。で、分布の範囲は一番でかい数から一番小さい数を引くだけで構わないので、今が23点が一番上、8が一番下だから引き算して15。これが答えになります。
で、中央値の問題って、さっき言ったように偶数のがやっぱり多いです。この間を取るやつ。で、もし、ここがね、ちょっと色変えとこうか。14だとします。14。そうした場合、13と14の間なんで、13.5 が中央値になります。いい。その2つの間の数字を取ってください、ちょうど。いいかな。まあ、今回は13と13なんで、間も当然13で OK なんですけど、まあ、そこも注意してください。いいかな。では、8番ですね。次、半径8、弧の長さ書いておくか、4π だね。こいつの面積求めなさいという問題です。で、まあ、一番オーソドックスなやり方をするんだったら、面積出すとき、まあ、公式に中心角が必要になるので、まあ、中心角 A って置いて、で、まあ、弧が出てるからさ、弧の長さイコール、弧の長さの公式をやっていく。直径、半径8だから、直径16、直径かける π かける360分の A。で、これ解けば中心角出てくるから、こうやってやっていくのが一番オーソドックスだと思います。で、まあ、このタイプの問題今までね、もう27回もこのシリーズやってるので、ちょこちょこ出てきてる。だから、中心角求めるとき、ちょっと楽なね、楽っていうか、もう一個の方法があるので、今回それで やらせてください。いいかい？中心角、まあ、公式というか技があって、覚え方が、円分の扇形かける、数字間違った。360っていう技があるんですよ。ただこれね、人によっては使いにくい方もいるので、さっきの方法でも構わないからね。まあ一応こんなんもあるんだと思ってください。で、どう使うかっていうと、今、扇形の弧の長さ、4π 出てますよね。だから扇形の部分に弧の長さの 4π 入れてください。で、扇形ってまあ絵の円の一部でしょ？まあケーキとかピザの一部っていう感じで考えてもらって、今、弧がここなんですよ。ここは 4π なのね。じゃあ、こいつの円、そうだね。円周ね、今。これっていくつなのって。で、円周っていうのは直径かける π です、公式が。で、半径8って出てるから、直径16。16π。つまり今の扇形の部分の円を作った時の値を入れる。今、この、扇形が弧だったから円周を入れます。もし、扇形の面積をここに入れたら、円の面積を下に入れてください。対応するものをね。で、かける360って、すると、これ π 切れるから、π 切りしてしまって、で、約分する。まあ、呼んでいこうか。こうなって、こうなるから、A イコール90。つまり、中心角90度っていうのがすぐ出せます。まあ、さっきやった方法でも90度出てくるので、まあ、どっちでも構わないんですが、やっぱりスピードがね、速いのはこっちかなと思うので、まあ、もしね、使いやすそうだったら使ってみてください。で、まあ、中心角を出せという問題ではないんでね、まあ、面積出していきましょう。ちょっと下が入んなかったな。面積やっていくと、まあ、公式通りいきましょう。半径かける半径、一応書くか。半径かける半径かける、π かける360分の中心角90ですね。ちょっと右は消しておきます。ごめんな。となって、まずここから約分しちゃいましょう。これ90で約分できるんで、4分の1。で、ここ約分して、16π。まあ面積だからね、平方センチメートルと。これが答えになります。まあ、どちらの解き方でも OK だし、これと全く違うね、比を使った解き方もあるんですが、まあ、ひとまず今回はこれを紹介したかったので、このまま行かせていただきます。さあ、長くなっておりますが、あと2問ですね。で、9番は、ある2桁の自然数、10の位の数と1の位の数、1の位の数の和が10、かけたものが21、じゃあ2桁の自然数は何か求めなさいっていう問題。で、これ、ちゃんと解くんだったらって言い方をしますね。ちゃんと解くんだったら、10の位を、まあ、X、まあ、A にしとこうか。A とかっておきます。で、1の位を、B って置いてやっても構わないんですけど、ちょっと楽をしよう、ここは。で、どう楽をするかっていうと、今、じゃあちょっと一回 B って置いてみようか。置いてみる。
いい。10の位と1の位、足したものが10って書いてあったね、問題に。位を足したもの。ってことは、これ B はさ、持ってくれば 10-A だよね。当然10の位が9だったら、1の位は1になるわけじゃん。10から9引くから。てか分かってるので、文字っていうのはできる限り少ないもので置いた方が楽になります。2個よりは1個の方が楽だからね。だから、これは1の位を最初から 10-A って置いてしまいましょう。もちろん B って解いてね、連立で解いてもいけるんですけど。で、かけたもの、積が21って書いてあるから、じゃあこの位をそれぞれかけますと。A かける、こっちかっこね。10-A、それが21になりますと。A をね、分配すると、10A-A の2乗イコール21。まあ、全部、まとめていくと、A の2乗マイナス 10A、プラス21イコール0となります。で、こっち持ってって、まあ、これね、どこだっけ？ここでやった二次方程式になってます。二次方程式は、まずは因数分解できるかなって考える。で、文章問題の時は、ほぼできるから因数分解。解の公式にならないはずなんで。で、考えていくと、かけて21、足してマイナス10のコンビなので、これはマイナス7と、マイナス3になる。つまり、A は、7と3、二乗方程式とくとね、点が出てきますと。じゃあ、A が7の時っていうのは、10の位が7、1の位が3ですよね。10-7だから。逆に、A が3の時は、10の位が3で、1の位が10-3だから7。つまり、今考えられる数字は、73と37。これが答えになります。いいかな？ちゃんと解くとね。そう。でもなんでこれ強調してるかっていうと、この問題ね、ちょっとズルができると俺は思ってて、なぜかっていうと、10の位と1の位の数の和が10でしょ？足して10ってことはさ、コンビとしては、1と9か、2と8か、3と7か、4と6か、5と5しかないわけ。まあ、9と1とかひっくり返したらちょっとなしにしてね。その5個しかないでしょ？で、こいつらで、かけて21になるのってこのコンビしかいないんだよ。じゃあ3と7じゃんって。じゃあ3と7がなってる数字だから37と73しかないよねってやっても、まあ答えしか書かないんだったらいけるよねっていうのは思う。解いてて。もちろん。まあ俺受験の時ビビリなんで多分これはやんないけどね。思ってもちゃんと解くけど一回。ではまあそういった考えもありかなとは思います。たまにある受験問題とかでこういうの。あれそれやんなくてもよくないですかみたいなね。ではラスト行きましょう。10番消えてしまってたね。よいしょ。で、これもまずはちゃんと解いた方が普通にやりやすいかもしれないですね。三角柱、ひどい。三角柱 ABCDEF、まあ、でかい方ね。一番外の三角柱です。と、点 G、ここに G があるんですけど、これが、頂点になってて、ここの下の三角錐ね、の部分の体積の何倍かっていう、そこを求めます。で、これはですね、まあ、半分にしてみたいな図だけで勝負することも多分できます。数学が得意な方なんか、特に図形が得意な方とかは、まあ、公式から考えてそうだよねっていけると思うんですけど、まあ、ちゃんとした解き方をやっていくと、文字を使って解いていきます。で、どう置くかなんですよ。どう置くか。で、これは、三角柱、丸々柱ね。丸々柱の体積っていうのは、底面積、下ね。底面積かける高さです。いい？底面積と高さ。で、下のほにゃらら錐、尖ってるやつね。錐の公式も、底面積かける高さ。ただ、錐の時は3分の1がくっつく。でも、両方とも使ってる公式は底面積と高さなんで、そこだけもし置けばいいの。一辺の長さとか置かなくていい。つまり、じゃあ下のね、この三角形。ここの面積はラージ S、大文字の S ね。って置きましょう。じゃあ高さ H にしましょうか。よく使う文字だからね。もうちょっと違う文字でも構わないよ。で、じゃあ中から行きましょうか。中はさっきも言ったように底面積かける高さなんで、底面積 S かける高さ H なんで、もうそのまま SH っていう。これが体積になる。三角柱のね。じゃあ錐行きましょう。
対は底面積同じく S です。 S かける高さが今ここ中点って言ってるから半分になったんだよね。じゃあ H の半分だから半分っていうのは2分の1をくっつけます。だから2分の 1H、 これが半分で、対尖ってるから公式で3分の1をかけなきゃいけない。丸々対はね。で、これまとめると6分の 1SH となります。で、中は水度何倍って考えてるから、この SH は、この6分の 1SH の何倍かって、これ、6をかければさ、こっちに戻るでしょ？だから6倍なの。って考えてもいいし、まあこっちの方がわかりやすい気がするけど、まあ、たまに説明で使うのは、SH と6分の1、6分の 1SH を比べてるので、まあそれを比にしちゃうの。比にしちゃって、両方文字切っちゃって構わないから SH 切ります。約分みたいな感じで。そうすると、ここ1隠れてるからね。1対6分の1になる。で、分数の比嫌なんで、両方に6かけます。そうすると6対1になる。比としては。ってことは、まあ、6対1だからさ、1の6倍でしょ？だから6倍って、まあ、それでもどっちでもいいんですが、結局はま、6をかけたら一致するので、答えは6倍になります。答えが書けませんでしたので、ちょっと待って。これだね。邪魔だね。答えは6倍っていう感じで、最初に言ったその図で勝負できるんじゃないって言ったやつをちょっとサクッと言ってね、終わりにしたいと思います。どう考えるかっていうと、まあもともとでかい三角柱があるでしょ。で、ここさ、まずね、ここで切っちゃうの一回。ここで、ここって三角柱を真っ二つにしてるから、まず半分ですよね。半分だね。いいか、こっち行こうか。二分の一になります。いい？で、上はもう切りました。なくなったからね。二分の一で切って、で、下なんですけど、さっきも、ごめん。さっきも言ったように、〇〇水っていうのはかける三分の一をします。だから、ほにゃらら中とほにゃらら水の関係なんで、これも三分の一がかかると。これを三倍すると中に戻るって意味なんでね。それが公式だから、もともと。だからそこがわかるんだったら、出てくる数字が六分の一だよね。あ、じゃあ六倍か、みたいな感じで解くこともできるとは思うんですが、まあ、基本的にはこっちでやった方が確実かなという気はします。バツつける必要はないね。まあ、どちらにせよ、まあ、6倍が答えになりますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この10問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。